長月傍日北朝鮮の国営メディアは3日午後大陸間弾道弾 ICBM に装着する水素爆弾の実験を3日正午現地時間に行い完全に成功したと発表した北朝鮮の核実験は2006年以来6回目で爆発の規模は過去をはるかに上回るこの実験を行う前に朝鮮中央通信は 大陸間弾道弾 ICBM に搭載する水素爆弾を、キム・ジョン,ウン委員長が視察する様子を伝え、水素爆弾には、電磁パルス攻撃、エンプを行う能力も加えられたと発表した。電磁パルス攻撃、エンプは、宇宙空間で、核弾頭を爆発させることにより発生した、電磁パルスが、地上数百キロから千キロの範囲で、電子機器の機能を麻痺させ、 あらゆるコンピューターを長期にわたり機能停止させることを可能にする。地上で爆発する核爆弾が人間や建物を破壊するのとは異なり、人間や建物を破壊しない代わり放送や通信、産業機械交通機関、医療用コンピューター、金融機関のコンピューターを機能停止と情報喪失に追い込む。首都圏の上空で爆発させれば、 国家機能は麻痺して収集がつかなくなる。この攻撃は地上で爆発させないことからミサイルを大気圏に再突入させる技術を必要とせず、当然ながら相手国のミサイル防衛は何の役にも立たない。その技術を北朝鮮が獲得したとなると問題は深刻である。これまで米国の専門家は北朝鮮が 射程距離の長い大陸間弾道弾 ICBM を持ったとしても大気圏に再突入させる技術はまだ不十分と見てきたが北朝鮮は再突入の技術がなくとも米国の軍事と経済を麻痺させる技術を獲得したことになる。またせっせと米国のミサイル防衛兵器を買うことが北朝鮮のミサイル攻撃から日本を守る唯一の手段だとしてきた日本政府は バカを見ることになり、地面にうずくまるのが避難訓練だと教えられた国民も、また何をしているのかということになる。最近の北朝鮮が日本をからかうようになったのは、そうしたことと無縁でないかもしれない。風天が電磁パルス攻撃、遠プを知ったのは、冷戦末期である。米国の雑誌、ニューヨーカーに記事が掲載された。著者は軍人だったと記憶している。当時は、 米ソ冷戦が終わっておらず、ソ連の軍事的脅威を国民に教え込む一環として、電磁パルス攻撃が紹介された。内容は、米国上空の宇宙空間で、ソ連が核を爆発させれば、米国のコンピューターは、機能が破壊され、米国の経済はもちろん軍事関連施設もすべて、機能麻痺に陥る。それを防ぐには導線を使っていた。通信回線をすべて、光ファイバーに変えなければならない。 光ファイバーならば、影響を受けずに済むという記事であった。その記事を受けて、当時のあるゴア上院議員は全米に、光ファイバーを張り巡らす、必要性を訴える。後に副大統領となったゴアは、ファイバーとザホーム、家庭に、光ファイバーを、を主要政策に掲げた。